中野島セントラルタワー、東京本社、住友生命保険相互会社は、住友グループに属する相互会社による、生命保険会社である。本社所在地は、大阪府大阪市中央区上三一丁目4番35号。1907年5月に創立される。保険料収入、総資産において、日本生命保険、第一生命保険、明治安田生命保険に次ぐ4位である。 1907年5月、前身の日の出生命保険株式会社が創業した。1925年、住友合司会社が日の出生命保険株式会社の経営を引き継ぎ、1926年5月、称号を住友生命保険株式会社に変更した。第二次世界大戦後の財閥解体並びに、財閥称号の使用禁止等に関する政令により、 住友連携各社が住友の称号を名乗れなくなったため、1947年8月、住友生命保険株式会社業務部長の足田、大蔵を発起人総代として国民生命保険相互会社を設立し、同年9月に営業を開始した。1952年5月、財閥称号の使用禁止等に関する政令の廃止により、住友連携各社が再び、 住友の称号を名乗ることが可能となったため、同年6月、名称を住友生命保険相互会社に変更とともに、企業理念、経営の用紙が制定された。2001年11月、株式会社三井住友銀行、三井住友会場火災保険株式会社、三井生命保険株式会社との全面提携について合意した。これを受けて、2002年12月、 運用し、会社5社統合による新会社、三井住友アセットマネジメントのほか、2010年4月、三井生命との共同出資による生命保険士会社、メディケア生命等が営業を開始している。2015年、アメリカ合衆国の生命保険会社、シメトラを37億3200万ドルで買収した。 信用格付けソルベンシーマージン比率総資産1 9 5 2年に明文化された経営の用紙は以下の通り。我が社の事業は共存共栄相互扶助の理念に基づいてその強固流星を図り社会公共の福祉に貢献することを期する我社の事業は信用を文字確実を胸とする我社の事業は時政の変遷時代の緩急を図り市長協会するも 冷静よく新種不屈の精神を堅持し対局を誤ることなきを期するライフステージに応じた多様な働き方を実現する観点から出産、育児、介護休業制度のほか結婚や配偶者の転勤等による勤務継続が困難になった場合の雇用継続、再開を組み入れた人事制度が導入されている。また、 平成18年度から女性の活躍を推進する専任組織を設置し、一般職から業務職への職種変更制度の導入をはじめ女性のキャリアアップ支援にも取り組んでいる。社外表彰1995年12月、住友生命と国を相手に提訴した住友生命既婚女性差別裁判。2001年6月27日、 大阪地方裁判所で原告側の主張既婚女性を理由に人事効果面で低査定を行い昇格差別をすることは違法、既婚女性の勤務継続を歓迎しない管理職の姿勢となっていた産休、育児時間の取得をもって低く査定したのであれば、それは老基法で認められた権利の取得を制限するもので、違法一方、被告側の主張は家事や 育児などの家庭責任によって、労働の質、量がダウンする、被告側の住友生命が敗北。住友生命が、この判決を不服として控訴したが、12月16日、大阪高等裁判所において、原告らと住友生命及び国との間で和解が成立し、原告の勝利解決となった。住友生命との和解条項双方が判決を尊重する。 会社が原告らに解決金9000万円を支払う。在職中の5人については退職までの分を別途和解金として支払う。住友生命の大阪府内の出張所の所長を務めていた50歳代の女性が2006年頃から保険契約の成績が悪いなどの理由付けをされて男性上司から所長のせいだ会社を潰す気化などの叱責を含めた パワーハラスメント行為を受けるようになった。また、女性が獲得した契約についても、保険業法で禁じられているにもかかわらず、男性上司は他の社員に実績を振り分けるよう要求し、女性が拒んだところ、会社を辞めろなどの暴言を吐いた。女性はこれらの出来事を苦にうつ病になり、2007年7月に休職、2009年6月に退職した。女性は、 労働保険審査会に労災を申請し、同審査会は2010年6月に上司から指導の範囲を超えた感情的な失籍があったとして労災と認定。女性はさらに2011年6月に大阪地方裁判所に提訴。その後2013年12月に解決金4000万円を住友生命側が支払う内容で同地裁で和解が成立した。 大阪府在住の50歳代の男性は、住友生命の外交員から、子女の教育資金を貯めておく、子供保険を勧められ購入していたが、その後元本割れが起こり、実際に受け取った額が、それまで支払ってきた額よりも少なくなってしまった。このため男性は、住友生命を相手取り、元本割れの分を返還するよう、大阪地方裁判所に訴訟を起こした。その後、 この訴訟の控訴審の大阪高等裁判所は外交員が元本割れのリスクについて十分に説明しないまま勧誘したことが原因だとして住友生命に対し元本割れ分を返還するよう勧告し住友生命もこれに応じることで2013年10月に和解が成立した住友生命京都支社の50歳代の保険外交員の女性は営業活動で配布する カレンダーなどの物品の費用やタブレット端末の使用料を給与から転引きされ続けていた。この女性はこうした転引きが不当であるとして契約210万円の支払いを求め京都地方裁判所に2019年10月1日に訴訟を起こした。この手の訴訟は代理店に対するケースは多いが保険会社本体を訴えるのは例がないとされている。 2005年10月後半、各生命保険会社から相次いで保険金及び給付金の不当不払いが発表され、同社においても10月28日に合計で57件の不当な不払いがあることが発表された。2007年1月2日、政府4社において医療特約関連で保険金の一部に不払いがあったことが判明する。 4社全体においては2001年から5年間で1万件以上の不払い件数となる見込みだが、同社のみの詳細は2007年1月現在では、不明である。2007年中間報告では、生保4社の不払い額は、日本生命保険75億円、第一生命保険22億円、住友生命保険40億円。 明治安田生命保険25億円で、その他の34社で200億円弱の不払いが判明していた。その後の調査で、生保4社の不払い額は400億円を超える見通し、2021年2月現在過去いずれも松島と共演。ありがとうございます。